よろしくどうぞ。よいしょ。はい、どうも。わあ、外れ引いた。あれ？しょっぱな外れ引きましたね。自分で選んでるでしょ。あと2ち人、あとょっと、2人。間違えちゃったんで、キックしますね。あ、あれ？やめてください。美味しそうなアイスで。はい。あれ、いらっしゃってます？あと2人。まだかな。と、残りの連中は、あ、来た。池田さんがどうもどうも。社長出勤ですかね。池田さん、あ、来た。あ、います？来た来た来た。多分、これで全員かやっほー。な。やっほー。こんにちは。あ、来ました。やっほさあ、所狭しとイケメンが並びました。何喋ってんの？アイスだよ。あ、アイスか。さあ、暑いね。よし、総合、回せ。はい、ということで、ここ数日、何回やりました？ 1、2、3、4、4回か。4回ね。それぞれやったと思うんですけど、インスタライブ。今日はスペシャル版ということで、21時から前半戦は私たちサンダー。ちょっと今日後期は別のお仕事でいないんですけど、はい、4人でお届けしたいと思います。What's poppin'? ということなんですけれども。こんにちは。ねえ、ね、はい。ということで、いよいよ前日ですよ。明うん。日、追加公演。そりゃ、アイスも食べますよ。ねえ。確かアに。イスも食べたくなる確頃かに合いでだ。すよ。俺今日2個食べた。おえ、俺も2す個目、ご2い。個目、2個目。俺さっき食べた。ほおらね。ー。あ、食べないと。いう感じなんですけれども。どうですか？気合入ってますか？皆さん。もうあとは寝ます。いっぱい。あ、そうだね。はい。早寝。ということで。どうっすよ。なんですけれども、皆さん、ご予約お済みですか？多分リンク、あれ、いろいろ出てるやつは22時までの予約だったと思うので、来たいよっていう方はね、今すぐに、やっていただきたいところなんですけれども。なんか、チカ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 みたいな音の何？お、これ、なんかなんか鳥するでよもね。鳴いているるんよですね。なんか、シャカシャカしてるチよカね。チカチカみたいな。なんなんだ、これ。え、何？連射されてこれ、きてる？これ聞こえないんだけど。じゃあ絶対多じゃあ分お楽じ前のとこからだよ。ゃん。でも、俺何もやってないよ。え？めっちゃ聞こえるよ。うん、聞こえる。いや、だって、心霊現象iPhone ですで連射してるみたいな音が。か？何もしないよ。虫か鳥かなんかいるんですかね。エアコン？エアコンなことある？お化け、お化け。お化けだお化ぜ。けか。怖いな、やだいや、な。もうね、なんだろう、俺の部屋にだけ、Wi-Fi が全然飛んでこないのと、あと、R があんまし入りたがらないの。それもう結構苦労じゃない、お前。やばね、いんじゃ結ないですか。構、ちょっと、どうなの？それは。いや、たまに来るんだけど、R も。R ってうちの猫なんですけど、そう。あんまり入りたがんないのと、Wi-Fi が全然届かないんだよね。それなんですか？お払いとかした方がいいんじゃないですか？かなぁ。俺全か。員いても関係ないし。気にしてないまあ、から。確かに。そうですね。話戻るんですけど、明日じゃないですか。まあ、いろいろここ数
数日準備もね進めてきて、最後どんな感じになるのかなっていうところなんですけど、うんうん、なんかおすすめしておきたいところとかありますか？おすすめしておきたいところ、ネタバレ言えないこともたくさんあるんですけど、ネタバレまずいね。そうなんですよね。でも、まあでもなんかその、うまいこと匂わせるみたいな、まあ、多分もうやりきっちゃったから。なんだろうね。ね、それ、まあ、衣装は可愛い。それはまあ大体ね、まあ、うん、衣装は可愛いね、うん、そうだね、そうね、なんだろうね、うん、まあでもこの前発表されましたけど、あのスイーツがね、うん、シュガードックライフの主題歌にありがたいことに決定したんですけど、どうす、うん、うん、ね、あと何日ですか？ 8 月3日からなんで、あ、もう1週間切ってんのか。うん、あとだよね。うん、何曜日だ、3日って、ちょっと分かんないですけど、まあなんかそんな曲とかも聴けたり聴けなかったりするかもしれないみたいな。うん、おお、ね、まあ聴けるっすよ。あ、言っちゃいました。まあね、そういうことなんですよ。なのでそこもね、ぜひ、今だって何も配信とかね、まだ出てないですし、ゴリゴリ聞きたいっていう方はぜひぜひ来ていただきたいと思います。歯がうかい。そんな表情筋使う、アイス食べるとき。すごいね。そうそうそう、お肉食べてるみたいな。ああ、全然話聞いてなかった。でしょうね。でしょうね。スイーツやるかもよっていう話ですよ。なるほどね。やるんだ。やる。あ、またその顔ね。その顔もうやったでしょ、前も。好きだよね。最近ハマってんの。最近ハマってんだよ、これ。まあ、いいじゃん。これサムネです。サムネで。いいね。これサムネ。いやねえ、どうですか？なんか言っておきたいこととかありますか？言っておきたいこと。言っておきたいことか。ことか。言っておきたいこと。暑いよね、最近。ね、気をつけて。言っておきたかった。うん。ね、ね、もう、ね、だって、全員インスタライブやったから、2週目だから、全員。うん。そうね。言うことがないよね。まあね、楽しみにしててねっていう気持ち、大きい気持ちです。そう。普通に、なんか普通に話そうよ。ちょっとそのさ、ライブとか。ああ、いいよ、別に。ね、なんかあるかな。まあ、来ても。いや、まあ、そうだ、ね。ね、お話ししましょう。うん。話そうよ。スヨジャンは全部29に言うらしいよ。どういうこと？あ、でも、あの二人のインスタライブめっちゃ意味わかんなかったな。そう。うん。うん。29に？ん？29に言う？ちょっと言ってる意味わかんないけど。あれ、ちょっと誰も理解できてないっていう。大丈夫か、総合。何線で行ったらいいって言ってるよ。ああ、神奈川県民ホールね。日本大通駅が最寄りだったと思うんですけど、みなとみらい。日本大通りね。都心から来る方は、東横線から直通で来てもろて。うん。って感じですかね。あれ か、 なんかあれだよね、中華街。そう、元町中華街の1個前かな。
え、あのさ、なんか馬車なんとかみたいなのあるよね。あ、そう、馬車道の隣です。あの、あれ名前かっこよくね。なんだ、そう、かっこいいよね。あんまりない。馬車なんとか、馬車道あれ、え、かっこいいよね。ちょっとね、あの、生で見たいっていう方はちょっと日本踊りの前に馬車道に寄り道してもいいかもしれないですよね。確かに馬車道見といてほしいよ。馬車道に寄り道ね。馬車道に寄り道してほしい。うん。はい。そうですね。中華街行ってからライブ、いいね。ああ、いいね。そう。俺も横浜観光からのね。行くか。僕らも中華街行って、ね、ケータリングがあったら。確かに。いや、うん、リハ前とかに行こうよ。いいね。確かに。いいね。あったら総合が全部おごってくれるよ、みんな。おー、あれ、おかしい、おかしい。あれ、おー、じゃない。総合が全部、みんなの分。あれ、どうされました？それ、イルカ？イルカさんですかね。何？イルカ。かわいいイルカさん。何なんそれ。それは。これね、あのね、なんか、リエネルが、インド行ったじゃん。うん。うん、それになんか、あの、なんか、なぜか、まあ、うちとなんかリエネル、あのさ、兼任してるあの、大きい人いるじゃん。うん。ああ。うん。あの人がなんか、お土産っつって、お菓子買ってきてくれて、うん。なんかその、お菓子についてた、その付録のイルカ。付録でそんなんついてくんの？そう。グリコンで？あの、笛ラムネについてるやつみたいな、海苔。うん、へぇ、かわいいでしょ。かわいいです。かわいい。かわいい。イルカさんだ。かわいいね。さ。かわいいね。さ。何の話したっけ？アイス。アイスだ。うん、アイスだ。そっちだ。アイス今日2個食べました。あれ聞いたのさっきも。俺も2個食べた。え、どういうの？ちょっといいっすや。俺も出したい、それ風船が。おお、ピースやってるやん、俺も。なんかいっぱいあるんだよね、教えてほしいんだけど。あれ、これでしょ。全然ない。え、ちょっと俺マジ出ないんだけど。え、そんなんか出そうなやつ、ちょっと片っ端から試してんだけどさ。なんでこんな出ないの？ダブ、何も出ない。ダブルピース、ピラピラピラってなって。マジ？おぉ、え？はい。面白い。はい。一個も出ない。バグです。はい。もう、アカウント消します。花火いいな。もう出ないわ。え、なんで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 。俺も全然出ないんだよ。ずっとやっててみ。置いててみ。で、出ない。いや、もう、俺アカウント消すわ。うん、なんでそんな出ないの。作り直します。あ、田中幸喜いるじゃん。田中、いるんじゃん。ほんと？だ、今現場なんじゃない。今終わったの？終わってないか、まだ。何してんの、幸喜。幸喜何してんの？何してんの？おい、何してんの？何してんの？おい、ちょっと出てこい。何してんの？おい。いなくなった。いなくなった。まだ終わってないよ。頑張れ。頑張れ。バイバイ。頑張って。バイバーイ。バイバイ。バイバイ。早っ。バイバーイ。あ、桜場してる。あ、頑張ってください。あ、桜場さんね。頑張ってね。うわ、俺それやろうとするとね、ライブ消しちゃうから。え？どういうこと？え、なんかさ、エフェクト下に出んじゃん。あ、うん。選んでると次の人のストーリーまで俺飛んじゃって。で、この前それでライブ抜けたんだよ。あ、マジ？てか確かにこれ事故りそうだな。俺も今やりそうになっちゃった。そうだ、俺それで事故るからもうやんないって決めた。そうなんだ。何何何。
そう、何してんのお前。え、エフェクトで遊んでんの。あれ、なんかその氷馬のやつこの前あったのになくなっちゃった前に俺とやった時消えたよな。え、どういうこと。あ、俺後期と後期のインレ乱入した時も同じ消え方したんだ。そうなんだ。うん、後期さ、なんか定期的にインライするじゃん。うん、あの、うん、なんかね、ちっちゃい声で喋るインライなんか。あんじゃん。あれ、僕はなんとかなんとかぜ、みたいな。あるね。あの、さ、え、ちょ、なんて言ったんじゃない、うん、あのインライ。うん。で、やっちゃったんですよ。なるほどね。そうそうそう。うん、喉大事にしとんねん。一番喉に負担かかる笑い方してるけどね。アジャストするためにね。アジャストするためにね。そうだね。それな。そうだね。ひょうまちゃん、赤ちゃん、生きててくれてありがとう。なぁ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 ってなんやねん。なぁなんやねん。なぁ、怖っ。なぁ。ありがとうございます。喉大切界隈。いや、もう界隈じゃん、全部。界隈。うわぁ、それね。こうきくインスタライブって時もなってたよね。界隈。なんでも界隈つくよね。うん、あるんだね。わいわいが、ねえ、すごいわ。何界隈だろう。何界隈だろうね。相互は俺、なんだろうな。なんですか。でも、あれか。はい、お前、鉄道研究会か。それ、界隈じゃないけどね。鉄道研究会。界隈っていうか、まあ、鉄道界隈ではずっと生きてるけど。鉄道界隈ってさ、界隈あるの？いや、界隈ってあんま言ってるの聞いたことないけど、ね、そのハッシュタグ、ハッシュタグ、なんか、鉄道好きつながりたいみたいな、あんの？え、あるんじゃない？あるんだ。いや、わかんないけど。でも、相互は、お風呂は入るんですか？いや、入らんよ。風呂キャン界隈じゃないから、俺。いや、入らんよ。風呂キャン界隈、ね、なんかさ、ワセリン界隈とか言ってたけどさ、ワセリンちゃんと入るから。あ、そうなの？うん。ついていけないわ。本当に。フロキャン界隈じゃないですからね。そうだね。界隈。なんか今ね、伊能忠敬界隈とかなんかツイッターで盛り上がってましたよね。どういうこと？なんか、どういうこと？歩くのめっちゃ好きな人みたいな。俺じゃん。そう、地図をってことだと？そのことなのか、なんか。でもそれ、界隈なの？だって一緒に歩いてるわけじゃねえじゃん。そう、まあそうなんだけど。それはね。一人でやって歩いてる連中がなんか集まってんでしょ、その、界隈って。たぶん。お散歩大好き界隈じゃん。お散歩大好きな人たちってことでしょ。一緒にお散歩するよではないってことでしょ、あくまで。うん、確かにな。いやね、まあ、いろんな界隈がありますよ、本当に。言われ、何何なんてんなんて言った、はい、われはい、オッケー、ありがとう。ずぶ濡れパーマ界隈。あ、伊藤総合もそれ。おい、やめろよ。でも今もね、あの、サンタにインスタライブ全部残ってるんで、あの、見たい人だと見てください。確かに、総合のドライヤーしてるの見たことないわ、人生で。いや、ドライヤーしたことある？いや、ないでしょ。ドライヤー毎日しますよ。ドライヤーの使い方教わってこなかったでしょ。使い方もクソもないでしょ。生涯。だからか。だからだよ。使いますよな。そういうことか。だからだよな。うん、さ。そんな感じですか。あ、そう、どんな感じ？ちょっと聞かせて、そのどんな感じか。どんな感じなの？いや、まあだから。そんないろいろな界隈があるけれども、明日は、明日は、まあ、日本踊り界隈で。
僕たちのライブ、日本大通り界隈でね、僕たちのライブがあるんで。馬車道、馬車道界隈だ。馬車道界隈。馬車道界隈だ。あの、馬車道寄り道。ぜひね、皆さんも、ハッシュタグ馬車道界隈で。確かに。明日ね、ライブ来てくれる人、うん、まあ、来れない人もね、ちょっと、ハッシュタグ馬車道界隈と、ね、ハッシュタグミクスチャーでね。ハッシュタグミクスチャーとハッシュタグ場所道会話で盛り上げてください。何、アカナイキスニーカー会話、アカナイキスニーカー会話、相互の、そう、俺のね、相互のね、うん、リハの時履いてる靴ですよ。もう僕物持ちいいのでずっと使ってるんです。8年間ぐらい履いてるよね。そうだね、それぐらい履いてるね。近いなぁ。そうそうそう、なんか謎のあれは、あのさ、あのなんか謎のセットアップ着てる時だよ、お前。トラのやつですか？あ、そう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 。黄色いやつ。トラ柄みたいなさ。してるね。トラセットアップ界隈の時もね、あります。なんだあれ。あれ、なんかね、いいでしょ、なんか強そう。いや、別に、あれが悪いわけじゃないんだけど。強そうでいいんだ、それは。なんか、やばいんだよな、あれ、そう。さあ、あの、ボロボロスニーカー界隈、ボロボロじゃないでしょ、あれ。確かに。それ。界隈っていうか俺だけなんだけどね、それ。学校の、あと、緑のなんか変な乱臭入ってる時あるよね。あ、そう、緑のね、ありますね。はいはいはい。乱臭界隈だ。そうそうそう。学校のジャージ、あ、学校のジャージね、使い回すこともありますけどね。はい、学校、え、なんか一回、ね、履いてなかった。え、めっけ下。履いてないのか。何が？で、下のジャージさ、あ、伊藤って書いてあるやつ。普通に、あの、普通の、あの、よく履きますよ。そうだよ、使ってるよね、学校のジャージ。履いてる、履いてる。すごいな。どこの高校とかですか？あ、それ言っちゃう、ここで。うん、それナチュラルに聞く。どこっすか？別に言ってもいいですけどね、もう別に高校で。いや、アホか。言ってもいいですけど、まあまあ、いつか、いつかね。アホか。まあ、ためて言うんだ。ためてね、どこでもよ、お前の高校。ね、めっちゃどうでもいいよね、俺が。ガチでどこでもいいわ。そんな感じですけど。まあ、ぼちぼち、どうですか？そうですね。そう、ちょっと次の方々の待機がね。ね、はい、そうだ。うん。ね。じゃあ、はい。バイバイ。言い残したことありますか？え、お前、何、殺すん、これから。最後に。なんか殺し屋に来たじゃん、お前。明日のライブの前に言えるの最後ですから。あ、後期からも、ミクスチャー神奈川来てねって、来てます。うん。そう、来てね。うん。そうだね。でもいろいろ、今しか見れないものたくさんあるので、来てほしいね。うん。よろしくね。やっぱ今の。よろしくね。よろしくね。よろしくね。やばい、まじ、かわいくな。別に可愛くないです。いや、なんか伊藤さんもなんかこう、可愛いと思ってやってるやつたまにあるよね。ないで、ある。可愛いと思って、ねえ、みたいなさ。ない。いや、ある。よくないよ。って、あれ、しんどいよ、お前。よくないよね、ほんとに。はい、おつ、バイバーイ。バイバーイ、ありがとう。はい、バイバーイ。